皆様こんにちは。今日は、尖閣開拓記念の日10周年です。10周年でですね、私は石垣市役所に今来ております。でこれから石垣市長と、この尖閣問題についてご意見を賜るためにですね、今市長室におります。で市長は非常にこの精力的に尖閣防衛および石垣の振興開発に向けてですね、頑張っておられる方ですので、今日は率直なご意見をですね、賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。本日はね、尖閣開拓記念の日10周年という節目にあたります。この尖閣開拓記念の日というのは、明治28年の1月14日、日本政府によって日本領土の編入を閣議決定した 日なんですね。これが尖閣諸島の我が国領有権を主張する根本的な歴史的な事象ですね。で石垣市議会では2011年の1月14日に第1回目の記念式典を開催されたということですね。こういう時期だからこそですね、我々はもっと全国に向けてアピールすべき時に来ていると思うんですね。で それで市長のご意見を賜ってですね、企業をどう乗り越えていくか、それをちょっと企画していきたいと思っております。今日1月14日尖閣諸島の開拓の日ということになっておりますが、10年前に制定させていただいて、で今回11回目の開催という形になりますが、実はまあこれきっかけは、先ほど先生がおっしゃったように、中国漁船の巡視船への衝突事件以来のことでございまして、まあ、その時国民世論の中ではですね、その衝突したビデオが流出したりとかするなどして、だいぶ尖閣諸島に注目が集まったんですが、それ以降やはり報道等が減ってくると、国民の意識の中からですね、どんどん忘れ去られていくような状況にありました。まあ、私はそれが一番危険な状況じゃないかなというふうに思っていますし、中国側がさまざまな圧力でですね、尖閣諸島の周辺の行動もエスカレートしてきています。まあ、私たちが尖閣諸島開拓の日を定めて、いろんな活動をさせていただいておりますけれども、10年前から比べるとやはり尖閣諸島を取り巻く環境というのは日に日に厳しくなってきているというふうに感じております。まあ、今回11回目の式典という形になります。まあ、コロナで観客もしくは参加する皆さんを絞ってのですね、形になりましたけれども、この尖閣諸島を守るという思いはやはり国民皆さんに持っていただきたいというふうに思いますので、これからもしっかりと取り組まさせていただきたいと思いますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。国民大衆の中には尖閣ということに対してあまり重要視していない方々もおられるものですから、万が一尖閣を出艦した場合にはどういったデメリットがあるかということはですね、またおいおいテレビ等で解説していきたいと思っております。それでですね、このマンネリ化を防ぐために我々がまたいろいろご提案申し上げたいと思っているんですね。一つには、昨年市長が開始されましたふるさと納税、結構全国からオファーがあるようなんですけど、これによって尖閣産商品の開発をですね、促進されてはどうでしょうかと思ってるんですね。尖閣諸島周辺が豊かな漁場であるというのは、これは皆さんご存知のことだと思います。でまた周辺には本マグロ、マグロ等が取れるような漁場もありますので、その海域で取れた魚については尖閣ブランドをつけてですね、流通させるというのはとても素晴らしい案だというふうに思っています。まあ、実は私どもとしてもですね、八重山漁協さんと連携して、尖閣マグロという商標の方はすでに登録をさせていただいておりますので、まあ、今後安定して向こうの海域で漁ができればですね、尖閣マグロというブランドがついたマグロ、そしてまたそれ以外の魚もですね、尖閣のブランドをつけて大都市圏も含めて流通できるのかなというふうに思ってますが、まずは今その周辺で安定した漁ができない状況にありますので、なかなか商品となる魚がですね、安定供給できないのが現状ですね。韓国ではですね、この竹島の存在を国民に周知徹底するために、もう小学校3年後の時から消化を作って、政府が何度も何度も竹島の歌を歌わせて国民に周知徹底を図っているんですね。こんな感じで全国的にですね、尖閣の周知徹底を図っていくべきじゃないかなと私は思っております。で実は石垣の方でもですね、尖閣諸島の資料とか、歴史的な写真とか、それともたくさん持ってるんですけども、それを展示する場所が今のところなくてですね、国の方に尖閣資料展示館の作ることを
お願いしている状況なんです。ただそれが今できてない状況でしたので、今の尖閣を取り巻く環境をもう一日たりとも待てないような状況、危機的な状況だと思いましたので、その尖閣の資料を展示する施設を仮設でもいいのでまずは作ろうということで、今回ふるさと納税をお願いさせていただきました。この全国各地から本当に多くの皆様のご奉仕いただきまして、千数百件、トータルで5000万円以上の資金が集まりましたので、もう早速今それに作業に取り掛かっているところです。素晴らしいことだと思いますね、はい。で尖閣資料館につきましてはですね、開拓の日に14日から今度17日まで、東京にあります領土試験展示館の資料を持ってきていただいて、地方巡回展を石垣の方でも開催してもらいます。その資料等もですね、同じようなものを作って、石垣にはもう常設の展示館を作りたいというふうに思ってますので、今回のふるさと納税の部分はそれに活用させていただきます。でそれができたら、歌ではないですけども、尖閣のことを学ぶ授業を小学生とか中学生の社会科、また共同学習の中のですね一環として生徒たちにもう必ず授業として受けてもらうような形を取っていきたいと思ってます。ウォースリー島の一番高い山を奈良原岳っていう名称をつけてあったんですけど、これが中国が勝手に名前を変えてですね、中華峰っていう中華岳っていう名前に変えて世界に発信してるんですね。ぜひこの奈良原岳の言われですね、これは当時の県知事の奈良原茂知事の名前を取っての関してあるんですけどね、実はちょっと横道にそれますけど、奈良原茂知事は沖縄近代化に最大功績のあった方なんですね。これが戦後歴史が改ざんされていて、沖縄県民に圧政を敷いたということで悪代化になってしまってるんですね。これはぜひこの歴史を正しい位置に戻すと同時にですね、国民が奈良原岳という名称に対して親しみを持つようにあらゆる手段を尽くしてですね、またそういうイメージアップを図ってほしいなと思います。一歩一歩だと思いますけども、展示館を作ってみたりとかですね、資料集を作ってみたりとか、またそれに付随するような動画とかネット環境で勉強できるようなものをですね整備していきたいと思ってます。はい、尖閣諸島領域防衛に関してなんですね、ちょっと厳しい分析になるとは思うんですけど、私が分析した範囲ではですね、今年は中国共産党結成100周年にあたると、習近平国家主席が思い切った対外拡張戦略を取るものと私は分析しているんです。で一方バイデン新大統領は環境問題、地球温暖化の問題等でですね、中国と取引することも十分あり得ると、以上の要因によって尖閣諸島方面は極めて不安定な様相を呈するものと思われますけども、市長さんはそれをどう分析されていらっしゃいますか。結党100周年ということでですね、中国共産党が何らかの国民の中でですね盛り上がり、節目となるような行動をしてくる可能性はありますので、その中の一つとして尖閣諸島に対する何らかの意思表示行動というのは十分あり得ると思ってます。で今回アメリカの大統領選挙でトランプさんが敗れてバイデンさんという形になりますけども、トランプさんが取ってきた政策ということに関してはですね、中国の膨張主義、またこれからこの時代に軍事力等でですね領土を拡大しようというところを抑え込んでたところがあると思いますけど、これが政権が変わってどのようになるのかというところを非常に注目してますし、また同時に注目だけじゃなくてですね、私たちはもう最前線になってしまいますので、危機感を持ちながらですね、注視していきたいというふうに思っています。中国政府は中国海警局に対して武器使用の権限を明記した海警法を今年制定する予定でありますと、海警局こそは尖閣諸島周辺の我が国領海に頻繁に公船を侵入させている組織であります。今日も朝7時ぐらいから領海侵入を繰り返しておりますですよね。で放置していると尖閣我が国領域で日本漁船が中国公船によって射撃または打砲される恐れが十分あると思うんですね。その毎日に備えてこの国民の尖閣への関心をより高めておく必要があると私は思っているんですけど、繰り返しになるかと思うんですけど、その点をまた市長さんのご意見を賜りたいと思いまして、中国公船が昨年尖閣諸島の接続水域また領海に侵入した日数が年間でトータルで333日ということで、もうほぼ毎日いるような状況になってきました。
で今年も年明けからずっと連続して侵入してきていますので、おそらく去年の数字を上回ってくるかなというふうに思っています。で先ほどお話あったようにですね、これまでの海警局の船自体が重装備化しているような、また大型化しているような状況において、なおかつ中国の海警局自体がもう海軍の指揮下に入るような状態になってますので、いつそのような偶発的なですね行動がですね出てくるかという可能性は十分あると思ってますが、ただもう一つ今の動きを見てみると、昨年は領海内でも日本の漁船を追いかけ回したりとかしていましたので、逆に言うと暴発じゃない、偶発的な事件じゃなくてですね、意図的に何らかの接触なりをしてくる可能性というのは十分あるかなと思っています。川口海二さんの書いて空母いぶきという漫画がありますけども、尖閣諸島とそしてまた与那国も含めてのこの南西諸島が舞台の話になってますけども、中国の意図のかかった人たちが尖閣諸島に上陸したりとか、与那国島を占領したりとかいうような状況になりますので、その漫画ですけど見てても本当にリアルな状態ですし、で私どもこの地域を預かっている行政預かっているものからすると、とても作り話と言えるようなレベルじゃなくてですね、もう本当に実際にいつ起こってもおかしくないような状態のような感じがしますので、それをぜひ国民の皆さんもですね、そのような危機感を一緒に持ってもらいたいなというのは常々思ってますね。平成25年2013年の秋に、これ米軍から私は聞いた情報なんですけど、中国軍がですね石垣宮古両島への同時上陸訓練を実施してるんですね。というのを見てギクッとしたんですよね。で要するに米軍が不在地域への侵攻を検討していると、そういった面では自衛隊の配備もまた急がないといけないですね。一番南西諸島の中で海の幅が広いところって沖縄本島と宮古島の間になりますが、現在でも中国軍の海軍の船とかですね空母が行き来しているような状況ですが、その中で宮古島ですとか石垣島あたりが中国に抑えられたという形になると、もう完全に南西諸島を含めてですね日本の国防の中での海での防衛ラインというのはもう全てなくなったような形になると思いますので、そういう訓練を行ってたというお話もありますけども、あながち作り話でもないようなことだと思いますので、ぜひ安全保障の中においてもですね、石垣島への陸上自衛隊の配備もう今工事が始まってますけども、ここはしっかりと着々とやっていただきたいなというふうに思ってます。沖縄本島では激しい地上戦があったんですけど、宮古および石垣では地上戦がなぜなかったか、これはあえて私が元自衛官の立場で申し上げますとですね、宮古と石垣はイギリス軍が上陸して占領する予定だったんですね。その主力空母に対して日本の特攻機がですね甲板中央に命中して戦闘不能状態に落ち出したもんだからね、結局上陸できなかったんですよ。ですから、ちょっとどぎつい話になりますけど、地対艦ミサイルを設定するということは一日も早く私はね使っちゃいけないけど、いざという時には我々も負けずに撃ちますよというぐらいの強い意志をですね一日も早くやっぱり見せてほしいなと思いますですね。これが中国を牽制する最大の手法だと私は思っております。相手国の領土を直接攻撃するわけではなくてですね、我が国の領土を侵略しようと攻撃しようとしてくる相手に対しての攻撃するための防衛の手段でありますので、それについては配備についてはですねしっかりとやっていただいて、島の守り国の守りを備えていただくのは必要かなというふうに思っています。インドネシアとかあるいは南太平洋の諸国においてはですね、中国漁船が不法侵入してきたりすると威嚇射撃してますよね。これはもう憲法で各国の公船権は認められてますから、威嚇射撃して打破してその漁船を今度は海没処分までするぐらいの強い意志を持ってやってますけどね、我が国はいかんせんちょっと弱い立場な弱い意見しか吐けないもんですから、ぜひこの日本のあるべき姿を石垣市の中山市長様から全国に呼びかけて日本を変えてほしいなと思いますね。領土領海を守るということは国民の皆様一人一人の生命財産を守るためになりますので、ぜひそこはですね国民世論の中で
自分たちの領土領海をしっかり守ってほしいという声をですね上げてもらいたいというふうに思います。まあ、南の端っこのですね小さな島ですけども、こんな小さな島を奪われてしまうと日本全体がもうガタガタになってしまうということをぜひご理解いただきたいと思いますし、まあ、そのためにも小さな島だろうがどこだろうが、まあ、北方領土も竹島も含めてですが、自分たちの国の領土を奪われるということは決して許してはいけないというふうに思います。これは国民の皆さん一人一人を守るためのことにつながりますので、ぜひそこはみんなで考えて、みんなで声を出して、みんなで守っていきたいなと思っています。これだな、今回の地盤変更です ね、 ね、あ、地盤変更ですか。地盤変更して、あ、クイズ形式になってるんですね。そう、こっちに書いてありますよね。八女市に生まれたんだね。先ほどおっしゃってたね、八女市って言ってね。あ、これも大きなもんだ。尖閣諸島の中国船規模のものだから。気になりますね。そうだな、はい、奈良原だけに対する記述がないのがね、ちょっと油断だな。ないですね。一通り回ったんですけど、1点だけ致命的なミスをしているところがあります。魚釣島の一番高い山が奈良原岳といってですね、当時甲賀辰四郎氏の尖閣開拓をバックアップしてくれた当時の沖縄県知事
この頃ならあるわけですね。この名称をね、今から10年前に中国が勝手に名称を変更して国際社会にアピールしてるんですね。高カミネっていう名前をつけてるんですね。でそれに対する反論が なってないし、奈良原だけ、奈良原、当時の奈良原県知事、そして古賀達成氏の名前があるのは当然だと思いますけど、それをバックアップした奈良原茂および奈良原岳という名称、これはね、強調しておかないと、そこその隙を突かれたらまずいですよと私は思います。皆様こんばんは。キャスターの恵美龍之介と申します。本日は与那国漁協所属瑞宝丸船長の金城和志様においでいただきまして、現地 あの尖閣諸島方面のですね、厳しい状況を直にお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。金城船長は非常に勇気を持ってですね、あの海域に漁をされているなと私は非常にあの感謝し、あるいはまた尊敬申し上げております。でこれまでに金城船長いろんな体験をされたと思うんですけど、一番ヒヤッとしたことはどんなことがありましたですか？島に寄せないという、島に近づくのを妨げようとするのが前よりもひどいですね。これはあの中国航船の。そうです。であと前はね、もう5回に1回ぐらい、大正島だったらもう10回に1回ぐらいしか発見できなかったものも、最近ほぼ行くたんびに捕まってますね。だからほらニュースでも、ね、よく取り上げられてるじゃないですか、はいはい、大正島近辺で、日本船を例えば2、3日前にも、そうですね、年明けて2回ぐらいあるぐらい、あれ私じゃないんですけど、はい、別 の漁船なんですけど、彼らも繁盛に行ってるんですよ、行ってたんですよ、大正島の方は、はい、大正島ですね、今までと変わらずね、はい、ただ今まではこの中国航船に発見される率が少なかったんですよね、はい、でほとんど大正島の方は今まで実は来てなかったんですよ、本当にいつ行ってもほとんどもう見つからない状態でね、はいはい、で私が魚釣りに行って、上釣りに行って、それから大正島でまた向かって大正島で漁をするもんだから、はい、それからかなと思ってるんですよね、この大正島の警戒が厳しくなったっていうのは。でそれで年末年明けに私は行ってないんですけど、別の船が行って発見されて、メディアに出てるっていうのが現実ですね。あ、そうですか。はいはい。で主な収穫魚は どういう種類のものかと。沖縄ではアカマチって言いますね。アカマチ結構高級、はい、高級魚ですよね、はい、でこれはと平均的には戦争にはもういっぱいになります。戦争がね、約2トン入るんですけど、はい、まあ最低で1トンあげないと経費取れないですね。ああ、なるほどですね。1トンぐらいはいつも、はい、乗組員は3名でしたんですよね。そうです、私入れて3名です。船長も入れてですね、はいはい、しかし本当にご苦労なことですね。結果的には日本の領海を守っていることになりますからね。いや、私はだからそういう気持ちでやってるわけじゃないですよ、ただね、僕らが昔からやってるポイントだから、はいはい、それを常に今後とも当たり前のように維持していくだけで。そうですね、はい、それでかつては お父様の頃から漁業されてるんですね。はい、もう八重山の漁師、もう沖縄全部ですよ、全部行ってましたよ、昔はね。その時は別に10年ぐらい前までは何の問題もなかったですよね。全くなかったです。で船長は5月、7月、10月と尖閣に行かれて、はい、その時にまあいろいろその追尾されたり邪魔されたりしてますですね、はいはい、その妨害行為がだんだん費用ごとにエスカレートしていってますですよね、はいはいはい、一番ひどかったのが7月かな。7月ですか、うん、1月がね、こういう画像がある、これ流した方がいいかな、これ最初、この画像流した方がいいですね、
見えます？これが魚釣島で、で最初反対向いてたんです。これ中国船なんです。これ中国船なんですよね。これ7月ですね。7月ですね。まあ、で、うん、最近はで手加減なしの状態になってきてるという情報も聞くんですけど、いやそれはねどうなんですかね。まだ私はもう私あんまり気にしないようにしてるんですよ。あ、そうですよね。いないもんだと思って自分の仕事がもう精一杯のもんですから。あ、そうですね、はい、ただもうあんまり中国船も海保もあんまり気にしないようにそうです、ね、してます。あんまり気にしてたら、ね、そうそう仕事できないですよ。もう集中できないから、うん、もう空気のようにもうただいればかわし流れんもんかなと思って、うん、そういう気持ちでしかやらないとね、はいはい、相手があんまり脅威だと思ったら仕事でならないなと。気持ちはよくわかりますよ、はいはい、あとは与那国漁協で尖閣の漁に出ていってるのはもう船長、金城船長だけになりました、ね、今のところそうです ね、うん、ね今のところみんな行かないですね。で我々が今心配してるのはですね、まあ、我々っていうと海上自衛隊 OB が心配してるのはですね、はい、海警法っていうのがあって、はい、それに基づいて彼らはこのいろんなデタラメな行動をしてるんですけど、はい、今回それの脅威がアップしてきてですね、はい、威嚇射撃とか撃沈もあり得るというような法律に変えてると聞いたもんですからね、はいはい、これはまた一つの脅しかなと思いまして。あ、いや全く私はビビることもなく今までと同じようにやりますんで、はい、そこら辺はもう仕方ないと思ってますんで、仕方ないって言ったらあれですけど、海っていうのはもともとね本当に危険の場所だから。そうですね、はい、もう毎日が命がけでやってますんで、全然こういう相手が変わったから私も変われっていうことは絶対ないんですんで、うん、今まで通りやりたいと思います、はいはい、日本国民の皆さんにこれあと訴えたいことは特にありますか？いや特にないです。私は自分の仕事を全うするだけで、うん、はい、私一人のあれで迷惑かけるかなと思う時もあるんですけど、はい、そういうことは気にしないで、うん、自分の仕事を全うしていこうかなと。あんまりあれこれ考えると、ね、何もできなくなってしまうんです。そうです、そうです、はい、普通に今まで通り頑張りますので、はいはい、それだけです、はいはい、じゃあ今後ともまたよろしくお願いします。とんでもないです。今日は大変貴重なお話を賜りまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、皆様いかがでしたでしょうか。ビデオの中で中山市長のインタビューの中で、奈良原岳を、中華峰と、発言してありましたが、訂正いたします。高華峰の誤りでした。失礼いたしました。さあ、めぐみ先生いかがでしたでしょうか。非常に、はい、マスコミが報道 してないんですけど、石垣島与那国方面はね、はい、緊張度が非常に高まってきているなというのが実感ですね、はい、それとですね、我が国政府の弱腰、はい、例えば今年の2月今月から今週からですね、海警法が施行されたんですね、はい、フィリピン政府は公式に中国に抗議してるんですけど、はい、我が国は抗議しきれないんですね、はい、で口を開けば日米安保条約第5条が適用されると言ってますからね、はい、僕は中国はある面では逆に刺激していると思ってるんですね。日本政府は臆病だと、はい、いつもアメリカ頼みじゃないかという感じでね、だから今年の政策、外交政策、防衛政策はね、思い切って、ごく普通の国家と
国家がやるようなことをしないといけないと思いますね。はい、はい、それであのこの前関心したのはバヌアツというバヌアツ共和国、バヌアツ共和国ですね、はいはいはい、非常にあの発展途上にあるんですけどね、しかも中国からも支援、経済支援も受けてるけどね、それでも中国の富豪漁船に関しては毅然たる態度を取ってるじゃないですか、はい、こういうのを見ていてですね、我が国はねそろそろ我が国国民は目覚めないといけないと、はい、でこの前で民放ので地上波の民放のコメンテーターがですね、アメリカとのつながりも大事だけど中国とのつながりも大事だと、うん、貿易量を見ればアメリカよりも中国との日中貿易の方が大きいから、あの言動を慎んだ方がいいって言ってたんですね。そんなこと、そうですか。僕は寺島実郎さんですよ、実名挙げるとね、はい、こういう連中がいるからね中国に舐められると思うんですね。うん、まあ、日清戦争前夜に非常に似てきましたね、野原さん ね私もそう思います。はい、我が国国民は当時は300年の徳川の鎖国政策でですね、はい、国際情勢が疎くなっていたと、今も戦後日米安保に守られてですね、ぬるま湯に使ってきたということでですね、はい、もう脅威が目の前に来てるのにね、現内閣においてはもう どうしようもできない状態に来てるということですね、はい、ですからテレビこの番組を見ておられる若い方々はね、はい、こう まさに日清戦争前夜の日本国民が立ち上がったようにね、各地域でコアとなって、はい、あの鼓舞士気を鼓舞してほしいなと思います。幕末の志士のような気概を持ちたいですね。そうです、そうです、はいはい、まあ、それとですね、はい、石垣市の防衛協会はですね、昨年の10月に防衛省に代表者が行動してですね、海上自衛隊の誘致をあの陳情しています。で私はその時思ったんですね、あのこのチャンネル桜のコメンテーターの中にもですね、はい、まだ海上自衛隊の配置は早いって言ってるでしょ、うん、分かってないなと思って悲しくなるんですね、うん、海上自衛隊の艦艇および列国海軍の艦艇はですね、作りが全然違うんですよ、野原さん、はい、水密区画といってですね、水密区画ですか、はい、艦内は細かいエリアに全部あのブロックされていて、万が一敵弾を食らってですね、浸水が始まった時には、その限定してそこで浸水を止めてね、浮力を維持するっていう感じでですね、これを水密区画って言ってるんですけど、海上保安庁の巡視船には水密区画がないんですよ。なるほど。だから一旦敵弾食らったら滝のように水が入ってきて浮力を失って沈んでいくんですね。今中国航船はですね、中国海軍の中古をこの作り変えてるんです、変えてあの中国航船に使ってるんですね、だから全然あの戦時状態になった時のこの力高端性っていうのが違うんですよ。なるほどね、はい、しかもですね、あのもう一つこの海警法の基本というのはですね、我が国の海上保安庁は警察官職務執行法の延長線上に動いていますよね、正当防衛以外はあの実弾発射射撃はできないんですね、正当防衛以外はですね、はい、ところが今度格上げになってですね、準軍事組織になったもんだから、軍事組織というのはですね、艦長の判断で射撃できるわけです。あの警察官職務執行法だとですね、はい、相手を捕まえて更生させるっていうのが基本じゃないですか、だから決してここ自分たちからまず撃ってはいけないっていうのが基本ですよね、ところが軍隊組織になるとね、相手は明らかに敵意を持って攻めてきてるから、先手必殺、まず射撃して相手の戦力を奪うか、あるいはひどい時には部隊を壊滅させるかっていうのが基本ですから、全然違うんですよ。中国にはそれ、今の中国にはできるということなんですね。もうできることになったんですね、会計がですね、はい、できるようになったんですね、はい、だから我が方もそれに合わせて備えをしないとね、はい、また以前の中国漁船による海上保安庁巡視船体当たり事件みたいにね、はい、大混乱する恐れがあります、
だから最悪に備えておくことが一番の抑止力だと思うんですね、はい、それをねやっぱり戦後ずっと平和が続いたもんだから、平和をぼけしてしまってるんですよ、はい、我が国 の、 あのジャーナリズムはですね、うん、と私は思いました。はい、はい、であとはですね玉城デニー知事、はい、一体何してるかと僕は思うんですね、うん、彼は知事に就任して翌月からですね、地方主権というのを言い始めました。地方主権おっしゃってましたね、はい、そしてね、はい、ただ今離島の方々が非常に彼に不満を持つのはですね、宮古石垣 両島への行政視察は一回も行ってないんですね、はい、でしかもですね昨年の6月日本あの沖縄の日本の漁船が中国の公船に追っかけられたということを聞いてね、はい、中国公船はかばったじゃないですか。そうでしたね。中国公船はパトロールしてるんであってね、決して刺激して近づかないようにという発言したからね、はい、石垣市議会が起こって抗議決議して謝罪したという事例もありましたしですね、はい、まあ、そういうのを見ておりますと、はい、沖縄県もまず一丸とならないといけない、はい、県民の生命財産を守るためにですね、これがちょっと玉城県知事には欠落しているなと思いますね、はい、はい、という感じですね、はい、そしてね日本政府の弱腰、はい、昨年の11月24日王毅外相が日本に来てですね、はい、あの発言を聞いて私はびっくりしたけど、それを制止しきれない茂木外務大臣、はい、そしてまたシェイ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 ってへりくだった菅総理、はい、これはね私はこういうことをするから石垣のおよび与那国の市民たちはですね不安におののいてると思うんですね、はい、いざという時本当に守ってくれるんだろうかという気持ちが出てきてるんですね、はい、それで石垣市議会は昨年の11月30日に抗議決議を採択してですね、はい、習近平国家主席、駐日総領事等に抗議文を提出しているんですね、はい、で沖縄県議会はそれに追従して12月にまた同じようなものを決議しているんですけど、その時に野原さんね、はい、大変大きな僕は決策があったと思うのは、はい、県議会は採択したけどね、玉城デニー知事は署名してないんですよ。県議会は採択して知事はサインしてないんですか。知事は署名してない。あらびっくり。そうなんですか。だからどっかで中国とつながってる可能性がある こいつは、ということですからね、うん、もう知事選もあと1年後訪れるしですね、それまでに何もなければいいんですけどね、ということで私は非常に心配しております。はい、はい、野原さんのところに何か ご意見ないですか。いえ、もうね、石垣にいろいろ行かせていただいて、いろんな方のお話をお伺いしましたけれども、やはり、まあ、前回も申し上げましたけれども、石垣は国境最前線の島ですから、もう石垣市民は本当にこの窮状をどうにか国にしてほしいという気持ちがひしひしと伝わってくるような状況だなというのを感じましたし、それを国はどういうふうに思っているのかというところで、本当に疑問符がもう頭の中でハテナマークハテナマークっていう、私はそういう気持ちでいっぱいです。はい、はい、石垣市のある指揮者が私に言ったことはですね、はい、三島分割案、明治初期にあった三島分割案ですね、はいはい、グラント将軍が、はい、アメリカのグラント将軍が来日した時に李鴻章がことづけてるメッセージ、それには宮古石垣は中国領、はい、そして沖縄本島は琉球国、はい、そして北の奄美大島は日本領という三島分割案を持ってきたんですね、はい、またこれが繰り返すかもしれないっていう不安がありますと聞きましてね、うん、これは沖縄からもっとさらに日本国民全体にですね、はい、この窮状を発信すべきですね、もう沖縄県の県政とこの石垣の
考え方にすごく乖離があるなというのを感じますね。そうですね、はい、ですからもう日本人でも本当に皆さんにもう本当にもういろんなことで援護射撃をしていただいて尖閣を死守していくということをやっていかなきゃいけないですね、はいはい、でそれでですね、はい、この番組で一番強調したい点があります、はい、この市長との対談とかですね、はい、あるいはこの領土主権展示館地方巡回展の、はい、中継でですね私が奈良原岳っていうのに固執したじゃないですか、はい、皆さんこのジオラマで見ますとこれが奈良原岳です、ああごめんなさいこれだ、はい、これが奈良原岳ですね、はい、当時の知事男爵奈良原茂をのあの名前を冠してるんですね。これをちょっとこの地図、はい、2012年に中国が勝手に高峰ということを命名してるんですね、はい、1900年に奈良原岳と命名したものをですねこれをね復活して全国にアピールすべきだと私は思ってます、はい、なぜかと言いますと実はこの尖閣諸島を開拓した古賀辰四郎氏はですね資金がなかったんですね。野村さん、資金もなかったしまた石垣島からその150キロ離れてますから尖閣諸島までね、はいはい、この海運も非常に苦労してたわけ、それで奈良原知事がですね大阪商船の社長に書簡をしてためて、日本台湾航路です、台湾航路をですね必ず久場島この魚釣島に寄港するように設定したんですね、はい、それで一挙にこの尖閣諸島の開発が進んでいくんですよ、はい、うん、もし奈良原知事 がこういう配慮をしなければですね尖閣諸島の領有権も強く主張することは難しかったと思います。うん、はい、そうですね。で、はい、また野村さんこの、はい、どうぞ。ただしですねもう一つ大きな問題があるのは戦後米軍が沖縄を統治したときに沖縄の日本復帰沖縄住民の日本復帰運動を阻止するためにですね奈良原知事を 最大の悪代官ということで歴史をひっくり返してしまったひっくり返してそのまま放置されてるんですよ、はいはい、だから今一部の沖縄県の指揮者はね尖閣開発の最高功労者は奈良原茂だっていうことを発言する方もいますけどね、はい、全般的には奈良原茂っていう名称は誤解されてるんですよ。そうですね、はい、で我々としてはですね、はい、で今度これです、はい、我々としては今後全国的にアピールして全国的にアピールしてですねこの名称を復活させると同時に奈良原茂知事の功績を全国にアピールして定着させたいと思っております。はい、はい、銅像までねこうやってこういう形で建てられましたからね銅像まで建てられてこの台座が今も残ってるんですね、はい、大野山公園に残ってるんですよ、はい、でこのまた銅像の左にある石碑、はい、これは地租改正記念碑といいましてですね、はい、沖縄県は廃藩置県終了後も約300年にわたってね琉球王国体制が存続していまして土地の私有制農民の土地の私有は禁止されていたんですね、はい、ごく一部の、高級士族だけが土地の私有が認められていてあとは共産主義体制だったんですね、はい、これでは近代国家の近代近代化ができないということでですね地租改正して課税かつての課税単位を集落単位から個人に切り替えて土地の私有を認めさせたんですね、はい、これが奈良原改革の一番 のポイントです、はい、ということで銅像まで1900年に建てられた1905年から建てられたのは1908年ですね、はい、1908年に沖縄を離任されるときに銅像が建てられて、はい、当時は県民は沖縄近代化の最高功労者ということでね、はい
奈良原知事に対して感謝と敬意を持ってたんだけど、戦後、はい、さっきも言ったようにアメリカ陸軍第7新次作戦部隊の工作によってですね、はい、歴史が根本からひっくり返されてしまってるから、で二重のハンディを我々は今背負ってるんです ね。中国が勝手に高加盟とつけた、はい、それもう一つは奈良原茂のイメージが沖縄県民を誤解していると、はい、この二重二つのハンディを全部払拭したいと思ってますから、はい、ご支援をよろしくお願いします。いろんな企画をしてるんですけど、今発言するとね、某国があらゆる手段を使ってきて妨害しますから、はい、私は実は環球時報にアップで出るぐらいですね注目されてます、はい、中国からですね、はい、まあ、そういうこともありますからよろしくお願いします、はい、で最後に国民の皆さんに強く呼びかけたいんですけどね、はい、私は今はね世界史人類史上第2回目の大航海時代に突入してきてると思うんですね。第1回目の大航海時代はね15世紀から16世紀にかけてコロンブスとかマゼランが世界を探検してね、大陸を発見してどんどん国家を作っていきましたでしょ。今はね第2回目の大航海時代っていうのは海洋の時代、海洋を制する者が地域を制するんですね、はい、だから韓国でさえもですね我が国の EEZ 内で海上保安庁の調査船が測量してると海洋調査してるとね、邪魔して入ってきて、はい、どけというわけですね。もう各国とも熾烈なこの海洋権益の争いに突入してるけどね、我が国だけ憲法9条があるから公選権を認められてないからっていうことでね、油断してると、はい、100年後の日本国民たちはですね、おそらくですね、はい、先祖はなんて臆病だったんだろうと、うん、この臆病な先祖のために自分たちの権益がもう全部失われてしまってるよと、うん、言ってるかもしれないと、はい、いうことですね。だから憲法問題にもちょっと若干言及しますけど、やっぱり公選権の否定っていうのは独立の否定と、はい、沖縄出身の徳田九一戦後初代書記長共産党書記長が言ったみたいにですね、はい、公選権の発揮ということはもう今後やっていくべきだと思いますね、はい、申し訳ないけどバヌアツ共和国人口わずか24万人、うん、パラオ共和国人口わずか18,000名、うん、これがね中国の不法漁船に関しては威嚇射撃して撃沈までして、はい、あるいは拿捕してした漁船に対しては海抜処分までやってると、うん、そういうことでね、はい、自分の国は自分で守っていく、はい、そして沖縄県民も一致団結して、はい、日本国民の自覚のもとに、はい、領海を守っていくということでですね、はい、今年はお互いに頑張りましょう、はいはい、野原さん特に何かご意見ありませんか。よろしいですか。ではですね、こういう状況になってますから、もし万が一ですね中国軍が尖閣に上陸しないとも限りません。そうなった時に私は日本のリーダーに望むことっていうのは、1982年のフォークランド紛争で指揮を取ったサッチャー首相です。いかなる損害にも我々は揺るぐことがないとはっきりおっしゃって、アルゼンチン軍からフォークランド諸島を奪還しました。そういう気概が日本政府の要人に欲しいなと思っております。以上です。はい、はい、じゃあ終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。